おはようございます。我が家に本当に、最悪なことが起こってしまいました。どういたしまして死ぬんだ死ぬんだうーくんうーくん骨折したわ。大丈夫？もうもうなんで？もう本当に大変これは。なんでですか？まあ奇跡的に、うーくんを知らないで、あーちゃんだけ知ってるよっていう視聴者さんがいた時のために説明すると、しばゆうさんは、東海オンエアという、まあ、グループで YouTuber をやってますと。それのさ、それで撮影をした際に、なんか、まあまあまあ、誰にも悪気はないですよ。悪気はないですよ。みんな一生懸命やっていたと。一生懸命やった結果、こうなったと。はい。まあでもむしろ今までよく耐えてきたなっていう、ね。うん、確かにね、うーくん。今までもね、いろいろ体張ってきましたよ、何かしら。で、奇跡的に怪我なかったんですけど、今回は普通に怪我しました。頭骨、肘のここです。あ、画像出しておいてください。はい。これね、本当はワンちゃんの骨みたいにワーンってなってるんだけど、ブシャってなってるの。うわ、本当だ。本当はこんな感じなんだよ、ここって。うわ、本当じゃん。圧で、だから横パキじゃなくて縦に、縦にこれがクッて圧になって、ここ先端がバシャってなってる感じです。だから複雑骨折より複雑骨折は普通に。これはパパの手の骨。これがここに行ってて、これがポッと落ちた。本当だったらさ、見て、ここにここちゃんとさ、ここ丸く収まってるじゃん。ここなんかさ、ひび入ってるの分かる？こうやって。ここの一番大事なとこ、ここが折れちゃったの。パパの手が折れちゃったの。どうする？不思議？変な感じ？パパだから今すっごい大変なことになっちゃって、みんなの力が必要だから。だから絶対パパが何も役に立てねえ、すまねえ。みんなでパパのことを助けてあげようね。よし、よしよ、せーの、おお、ラティオスよ。よし、ありがとうございます。ということで、サブちゃん回してくれって言ったんですけど、怖いよね。怖いよ、今の怖いよ。やーやーってパキーやーってなるからね、もう本当に。まあちょっといろいろ今病院をたらい回しにされてる状況でして、まあなんかむずいから手術できる人が限られるということで、最終的に今ここやっていうところにの予約を取ったっていうところですね。寄せ書き。寄せ書き。ここに、ね、応援メッセージ。ちょっと会う人寄せ書きもらおうかな。あ、いいじゃん。せっかくの怪我だから楽しまないと。せっかくの怪我はちょっと楽しみたい。でも、うーくんのすごいところは、こんなに痛いはずなんで、骨折れてるから、めっちゃ痛いはずなのに、その弱音が、本当に一個もない。だるい。そんぐらい。ね。あ、どうしようかな。ちっちゃめでいいですよ。ちっちゃめで。いろいろもらいたいんで。そうだよね。しばゆうさんは骨折しました。骨折しましたけど。考えるもうちょっと。もうちょっと考える。もうちょっと考える。いやー、これね、普通に死ぬほど痛い。くっそ痛いね、これ。骨折俺したことなかったから、多分。正式に怪我したことはあんまなかったかもな。そう、そうなんだ、今まで、うん、逆にね。それはすごいよね。なんかみんなどっかしらでちっちゃい時骨、まあ私も骨ないわ、骨折ったことはないな。意外とないよね、骨折。あ、痛い。たまにこの稲妻来るんだよね。そう、なんかさ、座っていいよ。いや、立ってる方が俺だけ。あ、そう。なんかさ、どういう動きが痛いとかってちょっと共有してもらわないとなんか結構むずいんだけどさ、こういう動きをさせない方がいいとかさ、気をつけたいとかある？
でも寝れない、座れないって感じ。寝るより座ってる方が楽だし、うん、なんかこれが一番楽、俺もはや。あ、この完全につられてる状態でもここ痛いんだよね。あ、そうだよね。だから一番楽なのはもうこれかも。はいはいはい。やっぱ一箇所さ、どっかが折れるとさ、その負担が絶対どっかしらに来るからね、きっと、うん、かわいそうに、もうあーちゃん泣きそうになったんだよね、それ聞いた時。もう絶対痛いだろうなって思って、もう本当すんごいもっと痛くてさ、もう泣き叫ぶぐらい痛いんだよ。なのにさ、めっちゃ痛い。うーくんは極力みんなが心配しすぎないようなさ態度でさ、あーうーくん、あーうーくん今スイッチが切れたのかな。うーくん、いやめちゃめちゃ泣えるよね、普通に。まあ一番、まあ痛いはもう我慢するしかないからさ、いいんだけど、いろんなリスケ、いろいろなんか、まあ夏ちょっと遊ぼうかな、めっちゃフェスとか行こうかなと思ってたんだけど、なんでちょっと書いてください。はい、よし、鍛えていきましょう。人生楽しみ度ガクッと下がる感じがマジでない。海行こうって言ってたのに、ジョージと。海行ったら楽しくないな。あー、かわいそう。それは一番かわいそうだわ。あー、うーくん。マジで拗ねる。もうこれ、この衝撃もやばい。もうこの超ビジャチキンボールで、クソ痛い。うわー、かわいそう。あー、ありがとう。こういうの一番助かるわ。これね、嬉しいよね。なんかね、ここが折れてるって分かった方がね、いいと思ったから、ちょっとここ折れてるって言ってね、書こうと思ったけど、無理だ。でも、目印はつけられたから、もう、ゆーくんに会った人は、もう、ここをね、この肘が、ここっていうか、まあ、こっち側だね。肘の、この2個ある、長い骨の、こっち、こっちじゃなくてこっちのここ、あ、縦の方、縦、あ、縦の方なんだ、さっきのやつ横だと思ってた、ごめん、こうなんだ、ここのここなんだ、そう、こ、あー、そうなんだ、本のここが上側ね、うわ、いやー、ちょっと先のこと考えるとうーくんがかわいそうだな。今年、だって今もう7月夏休み目前で、花火だったり海だったり、いっぱい人混みの中に行かなきゃいけないイベントってあったからさ、人混みは絶対に無理。やっほー、うんちまんです、やっほー。まあ、そんなとこで、まあいろいろちょっと寄せ書きをもらう様子をこれで写していこう、はい、あ、いいね、いいね。あー、かわいそうすぎて、もうどうしよう、うーくんが一回もう死んだと思う。パパどうぞ、パパどうぞ、ありがとう。じゃあパパにメッセージ一言お願いします。パパに応援メッセージお願いします。これ見た、パパが見て頑張れるように、熊田選手、はぁ、なんかあーちゃん、うーくんがこういう重いことになったのがもう初めてだから、もうかわいそうでかわいそうで、もうかわいそうでかわいそうで、めっちゃ寝た、昼まで。え、かわいそうでかわいそうで、めっちゃ寝た。今日うーくんが朝病院なんだ、やばい。あー、一緒についていかないと、かわいそうって思いながら12時まで寝た。ごめんね、いいよ、昨日めっちゃそんな心配されすぎるの俺嫌いだから。そっか、気持ちをじゃあ明るく、いやでもそのあーちゃんがお家でできるケアは最大限にするし、お風呂入れてあげたりさ、なんか骨折について詳しい人でいたらね、あのコメントお願いします。もう一番何がかわいそうって、もうその自分の楽しいことができなくなるっていうね、あの怪我の時とかが一番
それが辛いからさ、骨折って言ったらもう結構なこと、それを強いられるから、1週間、2週間で、はい、完璧ですっていうのがないからさ、なるべくお家の中で、ねえ、なるべくお家の中で夏祭りやろうね。わあ、かわいそう。うん、見ていいよ。うん、じゃあちょっと切ります。うーくん、お大事に。バイバイ。